珍しい自動販売機があるというところで、ここ、阿蘇甲子園駅ですね、やってきました。それでね、皆さんに、面白い自動販売機を今からですね、紹介したいと思いますので、ご期待ください。さあ、どんな自販機が出てくるんでしょうか。お金が出てくる自販機なのか、このようにやっぱないようなものですね。いや、相当珍しいものなんでしょうか。今日はご紹介したいと思います。自動販売機ですね、ちょっとですね、焼き芋を買っていきたいと思うので、自販機の焼き芋、その能力はどんなものかですね、今日はご紹介していきたいと思います。自販機の焼き芋、すなわち自販焼きですね。ちなみに、ね、これ少なめと、普通のサイズがございましてですね、我々は今ちょっと普通のサイズを、購入して500円と400円というところで、ちょっと今あったかいのも買ったのでちょっと出していきたいと思います。ちなみに熱いよ、これ熱いっすね、やっぱね、今ちなみに熱いです、本当に熱いっすね。大げさですね、でも。はい、いやいや、ちなみにですね、これちなみに売上が一番障害者のある方の収入アップに活用されています。缶は必ず返却してくださいっていうところになってますので、皆さんこれは、必ず、買ったこの場で、ご返却。こちらにですね、焼き芋の、返却用の、ボックスがありますので、必ず返却してください、ね、これは、皆さんね、障害者のある方たちが、こういった詰めてる作業とかをされてるみたいでですね、そうやってですね、お仕事みたいなことにされてるみたいですね。皆さんもね、そういった人たちのためにですね、ぜひですね、こういったところをしっかりやってください。皆さんに、焼き芋の、美味しさを伝えていきたいと思いますので、ご期待ください。それでは、どうぞ。どうしたんですか？めっちゃ垂れました。何がですか？蜜ですね。これ蜜ですか？2人しかいないですけど。蜜です。蜜。はい、それでは今からですね、ご試食いきたいと思います。食べない。じゃあ、食べましょうかね。はい。はい、じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。あ、蜜。おー、あったかいです。とてもあったかいです、こちら。これ冷たい。これちなみに皮ごといけるんですか？皮むくんですか？これどうなんですかね。ちょっとかぶりついてみてください、皮ごと。皮ごと？はい、皮ごと。いけると思うんですけどね。どうですか、食べれますか、顔。顔といけないことはないと思うんです。おう、ということは顔と食べれるってことでいいですか、でも皮は剥いた方がいいと思います。はい、じゃあ剥きます、はい、あ、でも甘っ。甘い。もうすでに見てください、ほらめっちゃいい色してますよ、ほら。やばくない？すっげえ、すごいですね、これ。相当似てありますね。似てあるんですか？違うんですか？これ分かんない、蒸してあるのか、蒸してあるなんていう。いただきます。うまい。あったかい、あったかいからめっちゃいい。あ、これ冬はめっちゃいいっすよ。あったかいですか？あ、今めっちゃ暑いからあれですけど、あんま暑がってないですよね。結構あったかいですよ。あ、本当ですか？うん。あったか。あ、でもめっちゃうまくないですか？あったかが表に出てきすぎなんですけど、味は？甘い。え、マジで甘い。どれでもいい。すんごい甘いっすね、これ。すごいすごい。あ、これいいですね。これで500円ならいいかもね。うん、子供とかもよく食べるんじゃないですかね。これがで3つ入ってる、全部に3つ入ってるのか分かんないですけど、多分グラムで、そうね、でも多分計算されてるんですかね。 200g くらい入ってるんですかね、大体。うまっ。これは美味しい。これは当たりですね。当たりです。はい、今直人さんと、
っとね、いろいろ行ってきた中でまずいお店の話をしてたんですけど、ね、じゃやっぱ何店舗かやっぱりねあるねっていう話をしてたんですけど、これは当たりですね。当たりです、うん、この自販機はいい。いや、てか今日食べたとこは全部当たりでしょ。そうですね、自動販売機でこんなこうクオリティ出せるんですね、うん、これで500円ならいいかも。美味しい、うん、美味しいです。これは大須の駅にしかないんですか？あ、いや、違います。実はですね、ですね、こちら熊本市の東区の方でもう一台売られてるみたいで、熊本はね、その2カ所しかありません。うん、はい。もともと宮崎の方の会社のがこういった、自販機を出されてます。はい。で、熊本に今回、4月ぐらいかな。じゃあ5月ぐらいかな。に初登場して1台。で、最近先ほど行ってきた大須。できました。本当なんか最近ね、いろんな自動販売機を見ますね、うん、いろんなものね、この焼き芋もそうですけど ね、 ね、なのでぜひマホナオフィットネスでもですね、面白い自動販売機を見かけたら、こちらのねチャンネルで紹介していきたいと思います。紹介させていただければなと思います。はい、次もまたネタをちょっと準備はしてあります。はい、また探して、はい、歩き回ってこういったものを見つけて、まずかったらまずいと言っていますので、はい、買わない方がいい、うん、はい、お店の方ごめんなさい、はい、はい、それでは今日の焼き芋特集はこれで終わりでいいですか？いいですか？はい、もう全然僕はもう、いや僕、私も終わりでいいですよ、はい、ぜひ、皆さん、じゃあ大勢駅でしたっけね、大勢駅です、大勢駅、焼き芋の自動販売機置いてあります、こちらね、すごく、愛情を込めて、作られておりますので、皆さん、人のため世のために、ご購入よろしくお願いいたします。ぜひ食べ終わった後は手をしっかり洗っていただけると、ベタベタすごい蜜、蜜がすごいやばいです、うん、それだけ完熟されているというか糖度がやっぱ高いということでしょうから、本当にすごく甘いです、はい、で甘いのがかなり苦手という人はもしかしたら甘すぎるって感じるかもしれないんですけど、うん、甘いもの好き、甘党ですっていう方はもうぜひ、食べ過ぎには注意ですけど、そうですね、ぜひ、ね、はい、お芋、特に冷えてる方のお芋は血糖値が上がりにくいって言われてるので、そうなんですね、まあ、ダイエットの中でも芋というのは特に注目されて食べられてるものですので、ぜひ取り入れて、食べていただければなと思います。ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。どんなテンションなんですか。わかんないっす。